はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますのがライカの定番のリーズナブルな標準レンズです。ズミタールの 50mm、F 値が2のものになります。でもってですね、戦後のモデルになりますので、この前玉にですね、ちょっとビデオで見にくいかもしれないんですけれども、ブルーのコーティングがかかっているバージョンになります。はい、シリアルがですね 913-171 ですので、1951年ですねの製造ですね、ドイツ製のズミタール 50mm になります。はい、はい、外観からではご覧いただきますけれども、外観ご覧の通りですね、すごい当たりへこみとか擦れ傷は見られずに、部品と言えるレベルだと思いますね。もちろん落下痕などの、歪みなどもありません。こうガタつきもありませんね。はい。で、マウントはご覧の通りスクリューマウント、バルナック型に使う L マウントとも言われる、マウントになります。ねじ込み式ですね。はい。で、この、伸縮振動もスムーズにできますね。はい、はい、絞り膜もこのようにご覧のように、六角形の、タイプですね。このスムーズに、開閉しております。はい、油の乗りも見られないですね。はい、はい、でピントヘリコイドも、重すぎず軽すぎず滑らかに動作してますね。はい、で無限ドロックも軽くパチッとはまります。レンズは前玉後ろ玉ともに綺麗で、はい、擦れ傷や、コーティングの剥離、引っかき傷、バルサム切れは見られないですね。ただゴミチリのですね、ちょっと混入が、点々と見られる感じですね。もちろん映像には影響ないですね。コーティングはご覧の通り非常に綺麗ですね。ブルーのコーティングがこんな感じでよく見えるんじゃないかなと思います。はい、はい、そんな感じで非常にいい状態のですね、ズミタールの 50mm なんですけれども、付属品がリアキャップですね。それと、純正のフロントメタルキャップになります。はい、こんな感じでコンパクトに、伸縮するタイプですね。はい、大変いい状態のズミタール 50mmF2 が2の、ブルーコーティング戦後バージョンになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。